ラブソタ358回目。今日は金丸飛鳥さんをゲストにお迎えして、はい、ラブソタをお送りします。ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。長かったですね。長かったね。すいません、お待たせしてしまって申し訳ないです。もう早くこの時が来ればと、ずっと喋りながら。楽しみで、ラブソタがもう。話したくて仕方ないんでしょ。いや、もう気合い入れて、ちょっと腹ごしらえしてきましたので。本当ですか、はい、よかった。すごい気合入ってますね。はい、楽しみにしていました。ちょっとラブソタ宛てにメッセージいただいてるので、はい、最初に先に紹介しちゃいましょう。はい、はい。ちゃんまろさん。はい。先週のラブソタ2本立て、大森先生のお話、すごく良かったです。そして、キャンサーキャンサーさんはじめ、温かいお帰りなさいをくださったファミリーの皆さん、本当にありがとうございます。落ち込んだりもしたけれど、私は元気です。何のキャッチコピーや。これ何だっけ？何だっけ？魔女の宅急便でしょ。そんなこんなで新生活なんですが、迷ってることがあるんです。それは今後の自分の生き方、うん、どうしてもやりたいことがあるんです。そのために海外や大学に行ったのに、うん、1日が24時間しかないドラえもんのいないこの現代で自分のマネジメントができず、結局何がやりたいのか、うん、はためからは全くわからないチューブラリンの生活、うん、仕事をしていれば生活できるけどやりたいことはできない、やりたいことをすれば満足はできるけれど生活はできないかもしれない、うん、これぞハリネズミのジレンマ。可能性はたくさんあるけれど、その中の一つを選ぶには覚悟が必要なんですよね。新生活に本当に取り入れたいものは、もしかしたら一歩を踏み出す勇気なのかもしれないし、その一歩を踏み出した瞬間が新生活の始まりなのかもしれません、ということで。いい締め方ですね。もう分かってるじゃん。ね、どうですか。いや、やっぱりあの歌だけでまず食べていくっていうことが難しいっていう、ちょっとあの音楽業界とのこう置き換えになるんですけど、やっぱでもそれをどう仕事にできるか、できる理由を考えるといいのかなっていう。ああ、なるほどね、はいはい、できない理由じゃなくて。そうなんです、そうなんです。本当結構シンプルなんじゃないかなっていうことを結構レッスンでもやっぱり言うことも多いんですけど、からその覚悟がね必要、あ、勇気、一歩を踏み出す勇気って、そうなんですよね。まさによく腹をくくれとか言うんですけど、はい、それがあって、あの計画的にというか進めたら、計画を立ててか進めたらいいんじゃないですか ね。どうしてもやりたいことがあるの。やった方がいいですよ、やらない人生とやる人生、どっちを選ぶかですよ ね。やっぱやりたいことがある人って少ないと思うんですよね、私ね。逆にね、その方がきっと少ないから、ね、あるやりたいことがあるってことはすごく幸せなことだなって思うし、やっぱりね、何かを成し遂げる人って何かを捨ててるんですよね。確かに。そう、あとすごくリスクがあるとは思う。リスクはね、あると思います。ありますよね。そう、でもやっぱりリスクを乗り越えるから皆さん成功されてるわけで、いきなり成功ってなかなかないと思う。ないですよね。まあ、失敗したとしてもね、それすらも勉強だからよ。そうですね。ね、そう、若うちにやっといた方がいいよ。頑張れ、ちゃんまろ。頑張れ。そしてこちら本放送の方で実はいただいてたんですが、ナナイロールさんが、プラウドボイスというの初めて聞きましたが、今日のお話楽しみにしていますね、ということで、ちなみに私は気がついた時から低い声がコンプレックスです、年齢を重ねるにつれまた一段と低くなった気がしますが、これをちょっとでも気にならなくするような方法はありますか。気にしすぎなんですかね。よろしければ教えてください、お願いします、ということで、はい、女性の方ですかね。だんだん低くなっていくっていうことは、あの女性の場合、あの、まあ、いわゆる声帯周りの筋肉をほっとくと声が低くなってくるんですよ、やっぱり。で男性の場合高くなってくるんですね。男性は高くなるんですか。そうなんです。なんでやっぱ声のアンチエイジングでもあるんですよね。なんでやっぱマッサージしたりとかリップロールして、あとその後筋トレ、軽い筋トレだといい、この本にも載ってるんですけど、いって口を横に開かずに縦に開いて、きちんといっていう声帯のひっつけをこうすり合わせをするっていうメニューはすごいおすすめかなと思います。そうするとだんだん筋力じゃないですけど、ついてきて、あの声の低さっていうのが気にならなくなってくるかもしれないですね。へえ、そうなんだ。そう、でも昔歌えてたのに、あ、よくあるね、なんか歌えなくなったっていうのは、筋力が衰えてるってことですか。衰えてる可能性も大いにありますね。まさにそれなんですけど今。高音とかもスピードとか歌えないもんね。スピード懐かしい。
世代が世代が。そうですね。もうバリバリ歌ってましたもんね。歌ってました。はい。ホワイトラブとかね。そうそうそう、もう振り付きで踊っちゃってた。そうそうそう。踊ってた。こういうやつですよ。そう。みんなやってたね。やってた。やってましたね。あんな歌えないもん、今もう。ねえ、ね。そっか。でもそう、声帯って筋肉なんだなって、本当に、うん。そう。詳しい話をすると、声帯ってお肌の成分と最も似ているっていう研究発表もあって、はい、なんで、お肌が衰えてくるのと一緒とか、はい、あと水分ケア、保湿ケアっていうんですかね、はい、をしておかないと、うん、やっぱり、ガサガサになってとか、はい、朝とかね声出にくいですけど、乾燥ですよね、やっぱりそうなんだ、そう小声に、だってもう朝になると口カピカピになってる時が、ねね、冬はさすがにマスクして寝るんですけど、ね、そうす、そうなの、するする、さすがに怖いから、炭マスクおすすめですよ、炭が入ったマスク、炭マスク、はい、黒いやつですか、そうで黒いのちょっと怖いじゃないですか、はい、で灰色ぐらいのやつが、アマゾンであるんですよね。そう。で、箱で50枚で1200いくら、うん。じゃあ。そうなんです。結構経済的で。すごい。すごい。うん、それは、やっぱ喉の潤いにいいです。いいって、うん、全然違うと思います。初めて聞いた。ね、うん、炭って聞いたことない。そもそもマスクをあんまりしないから。うんうん、で子供ができてから、うん、さらに、風邪ひくようになったんですよ。まあね、そうですよね。なかなかちょっとやっぱケアが難しくて、うん、だからまあね、マスクしなきゃなと思うんですけど、はい、なかなかできるタイミングがあんまりなく、しても取られるみたいな。まあね、気になっちゃうもんね。子供ってね、すっごい好きなんですよ。好きか嫌いかどっちかなんですけど、可愛い。でんでんやるんだ。ペーンって剥がしたと思えば、しろとかやってきて、でつけたら剥がすんですよ。そう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 。可愛い。そう、ずっとつけてられないですよね。大変だ。でもやっぱマスクはいいんだね。そうですね。あとなんかなんていうんですか、シューってやつ。あ、加湿みたいな。加湿だと、持ち歩きのもの、持ち歩きのもあるんですよ。へぇー。USB とかのもありますよね。そうですね。あれは置くタイプなんですけど、うん、本当ワンハンドでこう持てるやつがあって。電池ですか？電池です。すごい欲しい。それすごい、すごい欲しい。ただ電気屋さん言っていいのかな、電気屋さんのって、私あんまり全部試したんですけど、あんまり良くなくて、なんかちょっとでもそれだけ出てるってことですね。であ、結構、あ、そうなんだ、まあ、結構、うん、ちょいちょいで、はい、ちょっとごめんなさい、パッと名前が出ない。でもネットで売ってるやつなんですけど、うんうんうん、うちのホームページからのどケアっていう無料でダウンロードできるテキストがあるんですけど、うん、そこに載ってるやつとかはすごく、はい、へー、うん、あとはお塩の入る吸乳器とかすごいおすすめです。お塩もいいんですか？そうなんです。へー、塩、はい、それはお家でこうドンと置いて、大きいやつ、はい、やるやつなんですけど、うん、ミネラルとかがな、そうです、花粉にも良かったですし、へー、あとやっぱ冬とかって乾燥する割にはやっぱ、うんうん、ステージの本数って多いじゃないですか、うん、そうですよね。でね、ピアニストさんとかだったらコホとかなっても大丈夫だけど、うん、私たちは絶対なれないじゃないですか、うんうん、そう、その時にお塩の吸入器はすごく助けられます。すごい、ちょっと本当に買おうもうね、大変、濃度が最近めっきり弱くなっちゃったんで、うん、もうこのね、漏れ声だし、それは大丈夫、そうだね、治るから、こちらで、はい、本で治るから、本で治るからね。ぜひダナイロールさんもね、そうだね、試してみてください。ね、はい、そして、こちらマークンジーさん、ありがとうございます。はい、セミプロみっちゃん、神プロ高橋、岡ぶれサミーチラミさん、本プロ金丸さん、本放送お疲れ様でした、はい、マークンジーさんです。今日の11時台オープニングでのあさみさん、うん、気のせいかいつもとは違うトーンでおしゃべりしませんでしたか？なんだか違った聞き取り感がしました。お、だって慣れてる。あ、さて、ごめんなさいね。今週の第2のテーマともいえるボイス、はい、うん、おいら小学卒業までは聞き惚れボイスで、将来はアナウンス志望でしたが、うん、今は高志望声変わりとともにダミ声っぽくなり、はいはい、アナウンサーの夢は勉強嫌いの性格と抱き合わせ、うん、コッパミジンコのように砕け散りました。まあアナウンサーになっても原稿の漢字が読めずに噛むどころか絶句の無音状態かも。ボイトレでハスキーな声にならないかな、声だけでもよかったら人生変わってたかな、ね、ではまた来週ということで、
ハスキーボイス、ハスキーボイスはですね、作れるんですか？うん、炒めれば。あ、ですよね。ウイスキーとかね、お酒焼けとかね。あれ乾燥ですね。だから声帯がすり合わせがうまくいかなくって起こるっていうことなので、基本的にはあんまりおすすめしないかな。ね、そう、確かにでもずっと聞いてるとちょっとつ疲れますよね。そうですね。聞いてる方が疲れるよね。そうそうそう。ちょっとね、うん、そう、たまにね音楽で聴いたりする分にはかっこいいなって思うけど、うん、ね、確かにね、まあ、お酒大好きなシンガーかなみたいなそうですね、確かに、うんうんうん、しゃがれ声ってね、ねえ、ね、ぜひちょっとのどけやで、ね、ハスキーとすみません、うん、逆ですがおすすめでございますそして、はい、ただの勇者拓蔵さん、ありがとうございます。ありがとうございます。みっちゃん、さみさん、お疲れ様です。今日は仕事で本放送が聞けないので、うん、ラブサタ向けに早めに送りますということで、はい、4月14日先週ね、うん、ブラサタでもお話しさせていただいたお見合いですが、結果を報告します、うん、お見合いは15時30分頃から担当の方のお互いの紹介から始まり、うん、約1時間お相手の女性の方とお話をして、うん、16時30分頃終了。拓蔵から退席し17時30分10分頃帰宅しました。お相手の女性はとても明るくお話好きで、うん、家族をとても大切にしている方、うん、でも、うん、お仕事で強いストレスを溜めていたようなので、うん、多くの時間はその不満を拓蔵は聞いていただけで、特にいい印象を与えることができなかったかなと思っていました、うん、でもちょっとでも気持ちが楽になったのであればいいかと思い、うん、夕ご飯を食べていたら18時50分頃担当の方から、うん、拓蔵さん、〇〇さんから話を聞いてくれて安心感があり包容力がある方でしたよと良いお返事をいただきました。ご連絡があり5月にお食事デートをすることに。すごい2人がすごいいいタイミングで拍手した。いや、心から盛り上がれますよね。お食事デートの形は、拓蔵がお店を決め予約し、うん、お店で約2時間程度、うん、2人きりでお話をして、うん、そこで良ければ交際という形になります。今度は2時間あるので、うん、引き続きお相手の話をよく聞き、うん、趣味の話でもしつつ、流れの中で結婚観とかの話があればしたいなと思っています、うん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 。そこでお二人に聞きたいことがあるんですが、うん、はい、お食事の時に、相手に対してこれはやめた方がいいこと、したら嬉しいことはありますか、うん、少しでも楽しいデートにしたいのでよければアドバイスお願いします、うん、長くなってすいません、ではまたということで。え、でももうできてらっしゃるから大丈夫です。話を聞くっていう、ね、うん、いや素晴らしい、ね、やっぱりね、できるってすごい大事大事で、結婚においてほんとそこすごく大事、うん、そう、うん、話を聞いてあげるっていうのは大事ですあのね、聞いてくれてなんぼなんですよね、女性は。そうなんです。もうね、答えとか決まってるんですけど。そうなんですよ。ただ、言いたい。言いたいだけ。聞いてほしい、それだけ。ね、うん、でもできてらっしゃるから、うん、あの、逆にやらない方がいいなって思うのは、うん、一方的に喋ること、自分のことを。だ相手が、あれ、私興味ないのかなって思わせちゃったら、もう多分アウトだと思う。確かにね。なるほど。うん、だからやっぱ、ね、うん、聞いてあげることで、そうですね、興味持ってるんですよっていう、うん、まあ出口がねほとんどだったってことで、まあでも ね、うん、聞いてくれる人がいるっていうだけでだいぶ安心感があるから、それでいいと思いますよ、うんうん、いや大丈夫じゃない、なんかアドバイスありますか人にもよると思うんですけど、うん、その聞いてくいる間に少しちょっとアドバイスみたいな、うん、こういうのどうかなみたいな、ちょっと本当ソフトに押し付ける感じじゃなくて、うんうん、こういうのいいんじゃないかなとか、確かに、そしたらちょっと頼りがいも生まれるじゃないですか、提案があると、うん、そう、あ、ちゃんと聞いてくれてんだなって、そう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 っていう、なんか、うん、そっちの安心感にもなりますし、うんうんうん、いいんじゃないかなと、うん、そうね、話を奪わなければいい、そう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 、そこから奪わなければ、ね、なんかそれで、でもそういう時ってさみたいな、経験あるけどみたいな、いるよね、そう、自分の話になっちゃう人とかもいるから、いる、まあ、ちょいちょいこう挟む感じですかね、うん、ちゃんと聞いてるよっていうアクションをね、うん、入れてあげるだけで、うん、多分だいぶ変わってくる感じ、なんかね、うん、寄り添うことも結構ねいいかもしれない、うん、その意見に対して、うん、そう、あ、そうですね、そうですね、否定的になっちゃうと、確かに、そうとか言われちゃうと
いや、そうだし、みたいな。でもこっちは決まってるから。そう、片方になっちゃうんですよね。すごいわかる。そうそう。今すごい声でわかった。何、なんで否定したのみたいな。そう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 。結局聞いてほしいからそうですよね。そうですよね。とにかくね、こう、寄り添ってほしいんだよね。話を聞いて。でもし、違うなと思っても、うん、うんうんって聞いて、柔らかく、でもこういう考え方もあるから、ね、こういうふうに思ったのかもしれないね、相手の人は。そうですね。あの、ベストですね。そうそうそう。って言ってあげるだけで、相手も、ああ、そうかって受け入れられる気がする。られますよね。そうそう、それがベストだって思うじゃん。うん、多分それベストなんだよね。全然違う。だから、繰り返し言いがち。山彦じゃなくて。違う違う。山彦じゃないんだけど、いや、うちの、あの、主人が、まあ、まさに割とそういう感じのタイプの人なんですよ。で、最後、やっぱこう、あ、こういうふうに思ったのかもよ、とか、こうかもしれないね、とか、っていうのあるんだけど、どっちの味方なの？出たー。最後に。言っちゃうんですか？もうクソ、めんどくさい感じの。この人はね、思ったことすぐ言っちゃうので。あ、そうなんですね。でもね、あの、そう、ベストなんだよね。それがベストだと思う。はい。そう。でもなんかそういうふうに一瞬思ってしまって。思ったから言っちゃう。思ったからちょっと言っちゃったんですけど。いや、でもあの、だから喧嘩するとか全くないんですよね。はいはいはい。ちょっと冗談っぽく。冗談っぽくね、冗談っぽく。あ、じゃあ私も使ってみようかな。どっちの味方なの？どっちの。って言っちゃったら、え？ってなる。え、せっかく言ったのにみたいな。そうそう、やべ、まあ、一生懸命柔らかく言ったつもりなのに、みたいな。っていうね、ほんとすいません。いや、でもほんとに。いい旦那さんですね。良き人で良かったなっていう。ね、いやね。いや、ぜひ、でも、拓造さんには頑張っていただきたい。頑張っていただきたい。まあ、でも無理せずね。あんまりそれでね、食べ過ぎちゃっても、ずっと多分この生活が続くことになっちゃうから、そうなると。そうなんですよね。この人は聞いてくれるって言って、ずっとね、受ける側にずっとなってしまうかもしれないから。男の人もね、楽しい結婚生活をそうそう、してほしいですよね。なんかちょいちょい自分のね、お話も交えつつ、がいいかなって。そうですね。はい。まあどうなるでしょうね。ねえ、素敵な話が続くといいんですけど。ね、ハッピーエンドになればねいいかなって。何せ番組が長いので、意外とあのリスナーさんが出会って結婚するっていうところまで意外と見て、本当ですか？それでもすごく幸せですね。そうなんですよ。すごい嬉しいよね。なんかあの私たちも同じタイミングで何せ入籍をしたもので、そうなんですよ。その頃にね、リスナーさんも結構パタパタと。え、そうなんですよ。2015年ね。そう。勝手にあの、花の2015年組で呼んでるんですけど。いいですね。自分たちがしたからね。そうなんですよ。私たちもリスナーさんに見てもらってる感が。ああ、確かにあるので。結構、いや、本当に、ここがまさか結婚が同じタイミングになると思わなくて。本当にびっくり。なかなかないですよね。そうなんですよ。私、あの、長く付き合っていたので、今の旦那と。なので、まあ、なんかまあ、頃合いが良かったというか、まあ父のあの病気とかもあったので、ちょっとタイミング的にまあここら辺かねっていう、あんまり願望がなかったからね。そうなんです。私もともとそんなに結婚願望がないので、別に籍入れなくても一緒にいられればいいんじゃないかなって思ってたので、別に良かった。外人みたいな心が広いですね。そうなんですかね。どうかな。確かに狭いからもう絶対無理。私も。ですよね。もう白黒はっきりしてくれた。わかる。グレーってあんまないですよね。ないですね。それでこういられるってすごいですよね。強いですよ、本当に。大丈夫かなって。安定を求めちゃうから、どっちかって。不安定じゃない、やっぱあってね。あの、確約が。そうです。ちょっとハンコがって話です。でもね、ほら、ハンコ押しても今やね。まあまあまあ。知らないから。アスカさん好き。ありがとうございます。今ね、すごいね、似た感じがしたと思った。
ね、すごいわかる。もう安心したいですよ、ね、安心したいですよ。多分普通はそうですよね。まあまあまあ、ね、女性はね。そうだと思います。すごいですよね。そう、でもそれだけ多分あの旦那さんを信じてるってことだからね。うん、信用する。信頼関係は多分築けてたのね、うん。そうだと思います。長いっていうこともあってね。はい、うんうん、でも結構長くて結婚する人ってそんな多くないよね。そうだね。意外となんか別れて次付き合った人とすぐとか、半年で、うん、みたいな。そうそうそう、ありますよね。あるある。そう、私もずっと言われてました。だから。今の人と別れたら早いんじゃないとか言われてたんですけど、あ、まあ、まあそのまま、そのまま行っちゃいました。すごいハッピー、ね、出会いがなかったね。いやないですよ。いや求めてなかったけど、そうね、別にね。そうね、それはあるかもしれない、うん、私のその恋愛歴をずっと見てきてる。お母さんみたいな、はい、お母さんみたいな感じで、本当にいろいろね、はい、オフレコな部分もいっぱいありますけど、はい、これ今ちょっとカフが上がってる状態で喋れないこと、ね、っていうこともありました。、うん、まあ長く生きてればね、そうですね、いろいろありますよ、いろいろありますよね。アスカさんってあるはず。まあちょっと、うん、まあ、まあね、マイクはね、あげないように、そうですね、ね、もう完全にガヤガヤしたところで、ね、プライベートな感じになっちゃうんですけど。そうですよね。いやでもね、声だけでなんか相手のボイスが見にくるみたいなお話だったじゃないですか。はいはいはい、あれすごいよね。すごい、なんですかね、数こなしてったらっていう感じでもあるんですけど、例えば男性でさっきのリップロールとか、うん、ブーとかってすごいやっぱ強かったりとか、うん、まあ、ジャイアンっていうか、ジャイアン、騒音系、なんかやっぱオラオラとかね、多いですよね。で、引っ込みのタイプはやっぱ、うんうんうん、強い女性で、で、物足りなくなったわって言って、短期間で捨てられる方とかも結構、やっぱ多いんだと思って、そうなんですね、この間、はい。あ、でもこの間のね、生徒さんも、ね、なんか全員できなかったっていう、あ、そうそうそう、リップロールが。そうなんですよね。やっぱちょっとね、そういうのは性格にもやっぱ出てきちゃうもんなんですね。多分性格っていうか心持ち、あ、心持ちか、マインドかなと思ったりするんですけど、なんかそこが声と一緒に、うん、いわゆる本来になってくると出てくるんですよね、うんうんうん、面白いことに。うん、そう、この2人の印象どうですか？ブラソカの2人怖い。多分すごいお優しいんじゃないかなって思うんですよね、根が。すごい、うん、すごい二人。自分で言う。もともとちょっと潰しちゃうのかなとか。すごい。あ、でもそうかも。さっきのリップロール聞いてる。あ、リップロールね。すごい。わかるんですか？なあ、リップロールで。そういった予想がちょっと立てられる。え、すごい。漏れちゃうっていうことは、うん、やっぱこう、相手に、よく言えば柔軟に合わせられるし、相手にも飲まれちゃうっていうか、こう。ああ流れにね、そう、確かに飲み込まれてし、そう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 、で自分が良くも悪くもない状態になっちゃったりとかっていうのが恋愛のパターンでもしかしたらあったかもしれない。昔はそうだったかもしれない、ね、流されちゃうってことですね。でも流されたって気づいた時に、うんうんうん、違う。そうですよね。その時の行動は早いです。そうですね、気づいたら早いのいいですよね。すぐシャッターが閉まるんだ。やばい、同じ匂いがしますね。ほらやっぱり、ほらやっぱりすごい似てるもん。ねえ、なんかお話を伺ってると、そうなんですよね。いや、なんかね、やっぱ流されるままだと、ね、自分がなくなっちゃうんで、ね、そうなんですよね。でもともとはやっぱそうあるはずだから、うん、それが、ね、うん、本来じゃない状態なの で、 そうそうです、ね、辛くなってきますよね。そうですよ。でもそういう女性もね、きっと多いんじゃないかな。多いと思います。なんかやっぱこう、ね、三歩下がってじゃないですけど、それは今あんまないとはいえ、こう風習としてやっぱ残ってたりとか、あんまりね、前に立つなとか。女だし、男だしみたいなね、ちょっとある、そうですね、部分もあるから。やっぱ都合のいい女になっちゃう人とかも結構いるじゃないですか。いい人だねって言われるのすごい嫌でした。あ、カッコで前で都合なってつくでしょとか。いい人って辛いですよね。そうですよ。いい人しなくていいと思います。わかる、すごいわかる。私もそれはすごい、私 も嫌われたら嫌われたでいいみたいな。
ほんとおっしゃる通り、うん、なんかもういい人イコールどうでもいい人みたいな、そうそうそう、そ、ね、都合のいい人とか、うん、ありますね、ありますよね。私の女友達なんですけど、その方すごいモテる方で、うん、やっぱりね、男性がすごく、うん、寄ってくるんですけど、うん、どうだったって聞くと、まあ、うん、いい人っていうかどうでもいい人っていうのよく言ってて強い、そうだからこう逆の立場になってこうはなりたくない、そうですよね、そうそう、男性から見てね、そうそうそう、うん、ね、そう、まあ、ブルゾンちえみじゃないですけど、あれは、うん、やっぱ半ば私当たってるんじゃないかなと思って、松野っていう、そう、動きすぎるなとあ、そう、それもありますね、うん、やりすぎちゃうとね、動けちゃうからね、そうそうそう、うん、そうね、アクティブにね、相手が動かないタイプいるからね、まあ中には早いな、ちょっと一回切ろうか、ちょっと一回切るね、切れちゃうからね、切れちゃうね、